どうも皆様、いつもお世話になっております。今日は贅沢ですね。スーパーのお寿司を買ってきました。これで700円ぐらいですかね、税込みで。多分なかなかリーズナブルなお寿司ではないでしょうか。今日はですね、まあ僕からするとゴールデンウィーク休み初日、9連休あるんですけど、うわ、醤油のかけ方が下手くそすぎる。9連休の始まりですね。なかなか9連休も休めるってなると上流階級にいそうな気はしないでもないですか。前職は、半年間しかいなかったですけど、まあゴールデンウィーク休みには被ってて、5日だったかな、カレンダー通りの休みでした。で、ハイボール濃いめ、別にそんな好きじゃないですけど、濃いめが飲みたかったのさ。じゃあゴールデンウィーク休みに乾杯。濃い、これもウイスキーですね。ゆえお寿司僕大好きなんでね。でまあ、肝心なゴールデンウィークの予定、何が肝心かわかんないですけど、ゴールデンウィーク休みなんですけども、予定はというと、こんだけ9連休あって、そのうちの1日の夜ご飯を友達と食べるだけっていうね、9連休分の、まあ3時間ぐらいですかねが予定があるっていうことでね、まあ充実したゴールデンウィーク休みじゃないでしょうかね。え、他の全人類がどういうゴールデンウィーク休みをするのか私気になりません。じゃあ卵から。まあ一口で食べると楽しみがなくなるんで、お湯わさび。このカメラが固定だからハイボールをちょっと映しつつ飲みます。今年のゴールデンウィーク見たら雨が多いですね。まあ出かける用事こそはないので、そういう意味では勝ち組かもしれませんが、ゴールデンウィーク休みって言ってもみんな休みしちゃうとね、あのホテルとかも高くなってるし、旅行先でも人いっぱいし、なんかあまりなんていうかな休みがみんな一緒やとね、なんかそういうちょっと羽目を外したいけどちょっと気にしないといけないみたいな感じになるのが残念なところでありますね。そういう点に関してやっぱり週休3日制にすればそういった問題は解決できるのではないかという IQ200 の推理をかましたところで卵を食べます。ちなみに僕は回転寿司チェーン店で一番好きなのはかっぱ寿司ですね。食べたことない人は行ってみてください。なんかシャリマシーンの性能なんですかね。なんか他の回転寿司屋ってシャリが押し固められてなんかほろってならないんですけど、かっぱ寿司のなんかシャリはほろってなるんですね。まあ、僕が行ってたところだけなのかはわからないんですけど、ちょっと大阪、僕が行ってたのは和歌山の時だったんですけど、大阪に戻ってきてまだかっぱ寿司一回も行ってないんで、ちょっと検証してみたいです。これ一口でいこう。もううん、なあ、普段は揚げ物ばっかりなんでね、お魚を食べる機会が少ない。寿司とハイボールは合うようで合わない。まあ、ハイボールがあんま好きじゃない。よいしょ。次はサーモン。なんかちょっと炙られてんのかなこれ。
使用期間ももうちょっとで終わりますね。3ヶ月なので、なんか資格を何個か持ってて、それの分なんか手当がもらえるんですけど、でもその手当とかは正社員とか使用期間終わってからみたいで、なんかところどころその正社員になってからねみたいな約束があるんですけど、別になったからって給料上がらないので、なんかそこが残念ですね。そういう制限とかするんやったら、その正社員になった時に給料が上がりますみたいなないんですかね。いや今の給料安いんだよな、まあ、無職に比べたらマシですけどね。BGM 動画も出してるんですけど、4月は、まあ、2本同時投稿ってことで、まあ、2日にいっぺん2本同時投稿なんで、計算なんか平均的な考えで言うと、まあ、1日1本 BGM を出してることになるんですけども、まあ失敗ですね2本同時出したらなんか再生数伸びるかなって試みたんですけど、全然なんか普段よりなんか低くないですか、2本同時投稿してると。何なんですかね。危なっ、これそうです。5月からは普通に1本の投稿になるんですけど、まあ無職の時に時間が有り余りすぎたので、その分作曲してたんで2本同時投稿でもいけたっていうだけの話なんで、まあなんか画期的な狙いがあったとかそういうわけではないですけどね、まあ、あればいいなって思ってただけで。スーパーお酒の種類があんまないんですよね。なんか梅酒とかあったらいいんだけどな。こういう氷結とかハイボールとかレモンサワーとあとビールしかなくてあんまり好みじゃないなって思いながら、まあ濃いめのハイボールにしました。まあ、酔っ払ってぶっ倒れてもね、特に支障がないゴールデンウィークなんで。いやー彼女欲しいなやっぱね、彼女いないと休みの予定が埋まらないですね。友達もそんなにいないし、まあ、マッチングアプリやってもなんか全然いい感じにならないですね。まあこればかりは縁があってこそとは思うんで、どうしようもないんですけど、欲しいなぁなんか手料理とか作ってくれる彼女いいですよね。まあ作らせてるだけだと悪いんで、僕も代わりになんかしてあげないといけないですね。まあ美味しくないチャーハンとか美味しくないペペロンチーノやったら作れるんで、そういうのでまあ等価交換ということで、料理が上手で美人の彼女できないかなぁ。まあそのくらいできてもいいほど僕はね、結構徳を積んでると思うんですけどね。
うん。まあちょっとしたいことがあるのはカラオケに行きたいなって思うぐらいですけどね。いつでも行けるっていう。カラオケ行きたいなぁ。6時ぐらいにはアルコホールで眠くなってるんで寝ちゃうかもしれないですね。休日ほど全然寝れない現象つらいな。うん、ごちそうさま。ま、残ってるんで全部飲んで多分寝ると思います。では、さようなら。